どうも皆さんこんにちは、三浦です。バイオハザードリベレーション2、今回実況3回目やっていきます。前回の動画、これがですね、異様に低評価がついているんですよ。で、なんでかなと思ったら分かりました、原因。僕ね、前回の動画でゾンビにやられてゲームオーバーになってしまったんですよ。で、その段階でゲーム実況終わったんで、多分それで低評価がついたっていうことですね。ゲームオーバーで終わるなよっていうね、多分そのリスナーさんの意思表示だと思う。さて、今回は前回ゲームオーバーになってしまって突然こんな場所から始まってるんだけど、ちょっとわけがわかんないな。どこに行けばいいんだろう。これ地図とかないのかな。いや、あるはずでしょ。ちょっと待って、操作方法慣れてないんですよね。まあとりあえず行きますか。戻ってるような気もするけど、なんかちょっと思い出してきた。うん、やっぱさっきのところ戻ろう。なんか落ちてないかな。こんな気味悪いとこ早く出よう。出てきそうだよね。気を抜いちゃダメよ。気は抜いてはいないんだけど、ちょっと音量上げますね。何も聞こえない。あ、これアイテムだ。もらってこう。ハンドガンの弾、よし。何かがいる、何かがいるような。ででどっかで、ちょっと脳みそ出てる、脳みそ出てる。うわ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 、ちょっと待って待って待って。なんか今回からゾンビのスピードがやたら速い。うわ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 、脳みそぶっ飛んだ、脳みそがぶっ飛んだ。死んだかな。よかった。ここ何もないや。今このキャラクターが持ってる武器ね、これあれなんですよ、バールなんですよ。あんま射程距離長くないし。なかった、グリーンハーブ、これ超貴重。何もないかな。あるあるある。母さん助けて、母さん。実験体と呼ばれて拷問を受ける毎日が続いている。僕が何をしたと言うんだろう。どうして僕はこんな目に遭っているんだ。痛いよ、怖いよ、もう気が狂いそうだ。さっきのゾンビかな。今回のバイオハザード、まあさっきの実験体なんだけど、あれはゾンビと言ってもいいのかな。何もないね、ここには。うわ、ちょ、来た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 。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。うわ、なんか漏れなくダメージ食らってるような気がする。何かがあった。これは止血体だ。いるね、どっかにゾンビ。声が聞こえる。これはなんだ。あ、ここはね、多分一回来てんな。ん、なんかある。僕これ自分の実況動画見て思ったんですけど、このカメラ、これあんまぐるぐる回すと多分視聴者の人がね、画面酔いしちゃうんですよね。だからあんま回さない方がいいよね。気をつけよう、これは。あ、下に行ける。結構迷ってる感じ。こっちだったっけな。ずず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 ず
避けるのってどうやるんだっけ、避けるのってどうやるんだっけ。ちょっと操作方法、ちょっと操作方法を確認していいですか。難しいな。回避難しいな。これで回避か。なるほど。オッケーオッケー。わかったわかった。さあ、こっちも気になるんだが、こっち行こう。夜の学校みたいな。アイテムがある。ルビー。これはバイオハザード5みたいに、お金を集めて多分武器の改造とかができるのかな。どうなんですかね。さっきのルビーは何使うんだろう。これは一体何を意味しているんだろう。この部屋は何もなさそうか。何もなさそうだね。あ、これ爆発瓶。 L1 と R2。 難しいな。手榴弾みたいな要領で投げるんだね。ハンドガンの弾。さっきの手投げ弾みたいなやつゲットしたんですけど、多分僕下手くそなんで多分味方巻き込んで死んでしまうみたいな、そんなパターンが。うわうわうわ、あ、そうだ、ここ来たわ。これどうやってたんだろう。よし、さっきゲットしたあれ使ってみよう。おいだー、よかった。いやいやいや、ひるんでない、ひるんでない。ちょっと隠れろ隠れろ。申し訳ない申し訳ない、怒り狂ってる一発じゃないのかよ。うわうわうわ、気づかな気づくな。うわ、やばい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 、気づかれた。いや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 、もっとタフそうなやつがこっち見てる。これはもうダッシュで行くしかないか。ちょっとダッシュ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 、遅いからもっと早く走って。もうゾンビより遅いってどういうことだよ。これどうやって走るんだろう。あ、ちょっと待って。あ、こうだこうだこうだ、よかったよかった。行った方がいい行った方がいい行った方がいい。あ、よかった。ここまでは来ないよな来ないよな。よし、あったあった、爆発瓶。ここなんか怪しいね。ゼルダの伝説だったら爆発物を使ってここぶっ壊すみたいな。だけどこれバイオハザードなんで関係ないな。お、鍵だ。錆びついた鍵、フル。アイテムがフルか。いやいや、でもこれ取らなきゃダメでしょ。どうすればいいんだろう。変わるか。なるほど。ちょっとこのキャラクターのダメージが激しいからグリーンハーブ使ってあげようか。え、ちょちょ、ごめんごめん殴うん、回復したね、最高。ちょっとどこに行けばいいのかちょっと迷ってんな。来てないよなあいつ。とりあえずこの中入るか。うん、この場所来たな。うわ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 、目の前にいるわ。あいつは絶対に戦っちゃダメだって。さてこれね、真ん中の歯車が抜けているんですよ。どっかで歯車を見つけ出してきて、これはめ込む必要があるんだな。行こう。
ちょっと軽く迷子になってんな。とりあえずさっき鍵をゲットしたんで、もうちょっと探索。見つかったか。やばい、見つかってる見つかってる、見つかってるし、どっか入り口ないから、こっち、ちょっと待てよ。うわ、何やってんの。こんなやつ戦っちゃダメだ。逃げよ、早く。だー、何やってんだあのキャラクター。うわ、マジかよ。うわ、走ってきた。さっき回復してあげたじゃん。さて、やっぱりこの場所だ。ここに歯車があるんだよね。これをどうすれば動かすことができるか。電源、この部屋自体には電気来てるんだ。っていうことは、この機械だけを動かすための電源がどっかにあるはず。それっぽいやつは何もないけどな。いや、こいつの動かし方が全く分かんねえな。なんだこれ。ああ、そうか。ここになんかあるのかな。そしてこれ、このコインみたいなやつはどうやって取ればいいんだろう。しくったな。今回のバイオハザードリベレーション、しっかり謎解きがあるな。前作の方はね、そんな謎解きというほど謎解きなかったんで、サクサク進めることができたんだけど、今回は僕にはちょっと厳しいな、これは。これどうやすれば電源入るんだよ。教えてくれ。誰か教えてくれ。電源。電気来てるような感じあるけどな。ちょっとキャラクター変えろっか。うわ、すげえダメージ受けてるし。ダメだ。行こう。やっぱりこっちだ。さて、さっきから迷子になっているんだけど、右上の地図、緑色の点みたいなやつがあるけど、あそこ目指して行ってみるか。しかし、ここ早々いるんだよ、こいつが。どうしようかな、こいつ。やたら体力が。いったか。マンデー。一発じゃダメなんか。いった。こいつ、体力やばいな。あんま戦わない方がいい、絶対。これか。錆びついた鍵。なるほど。もう最悪。いや、ゾンビの方が最悪だって。こんなの可愛いもんだね。うわ、でか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 
くるパターンでしょ。ここにやろ、気持ち悪っ、気持ち悪っ。さあ、わざわざ地図にこの場所を示していたぐらいだから、この部屋に何か、ちょっとまだこのゴキブリみたいなやつ、降りるしかないか。しかし降りうわうわ汚ねえなこれ、ゴミ捨て場みたいな、何かがあるんだよなここには。お、段ボール箱、おお、これなんか使いたいな、メタルギアみたいな。こいつはどっから湧いてくるんだろう。ちょっと待てよ、何するんだこの部屋で。お、なんかあった、ショットガンの弾、お、いいね。ちょっと待てよ、これどうすんだ本当に。多分この段ボール意味あるんだろうな。メタルギアみたいにこれで隠れるのかなと思ったんだけど、多分違うなこれは。どこ行った段ボール。そう、
おこの段ボールを使って、これ段ボールじゃないか、木の箱か、登るんじゃないかな。あー、これ考えさせるね。こっちか、こっちに置かないとダメなのか。ちょっと俺考えるの苦手なんだからさ、もうちょっと優しくしてほしいな。お、木の箱、あ、これもあった。これでもいいんだ。あれ、あ、関係なかった関係なかったし、木の箱と何じゃ、何の意味があったのこれ。分断中にパートナーがダウンするとゲームオーバー。なるほどね。分断中、分断中、この状態か。さあ、ようやく新しい場所に来れた。まだ行ってない場所があるみたいだな。ここはいけないか。え、なに、誰誰誰誰誰誰、今だ、うわ、こいつか。向こう側から施錠。これか、電源。電源が入ってない場所があったんだけど、この場所だな。いかにもっていう感じがするよね。これか。ちょ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 、待て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 、なんでなんでなんで。 L2 で敵の正面にライトを当て続けると敵の目をくらませてひるませることができるってことは関係ないよね。うわ、待て、ちょ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 、やばい、ちょちょちょ、うわうわうわ、なんでだよ、なんでだよ、せっかくなのに逃げられないよこんなの。ここで段ボール、もしかして違う、どうすんだこれ。うわー、ゲームオーバー。うわ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 、あれどうやって回避すればいいんだろう。さあ、またゲームオーバーになってしまった。ゲームオーバー、今回で1、2、3回目か。なるほど、まずこれね。ちょっとカンニングをしまして、こいつ、そうそう、こいつだ、こいつ、ひ、うわ、こんにゃろ、こんにゃろ、いたか、よし。で、これはどっか登れそうな場所があるらしい。登れそうな場所、どこにもないと思うんだけどな。ちょっと待てよ、どこにもないじゃん、登れそうな場所。何、わかんないよ。またゲームオーバー。ちょっと冗談でしょ。あー、ここか、全く気がつかなかった。とりあえずキキは脱出したのかな。あー、ただただ、あー、とりあえず、とりあえずキキは脱出したみたいだね。何回ゲームオーバーになったことか。こっち上がることできるな、こっちも上がることできる。どっち行こうかな。うん、こっちだね、こっちだ。さっきのゾンビだ。この先は行ったらバラバラにされてしまうんで、多分もうこの部屋はもういいんだ。うわうわうわ、他の仕掛けもめっちゃ動いてる。戻ろう。さっき電源が入んなくて困ってた場所があるんだけど、その電源が入ったということで、これは道が開けたな。
大丈夫？大丈夫じゃねえよ。ええ、サンドイッチになるところだったわ。クレアのサンドイッチなんていらないよ。でもこれで機械が動かせるかも。いやいや、これからもサンドイッチになりそうだね、これは。さて、戻るか。手前のやつはなんとかかわせるんだけど、2番目のやつやばいでしょ、あれ。どんだけスピードで動いてんだよ。こっちだ。あの地図の緑の点、あれが次の行くべき場所なんだ。結構親切設計だね。うわうわ、マジかよ。うわうわ、来た、隠れろ。隠れるんだ。気づかれてない。いやー、気づかれてたー。ライトにひるませる。ちょっと、よいしょ。いいね、ナイスキック。よし、いった。ぶつぶつぶつ、目の前に来た。いや、危ない。こいつ何振り回してたんだろう。ナイフか。さて、さっきの仕掛けを動かしたらゾンビたちが増えたな。ん？結構近いぞ、行くべき場所。あった、近い、もう少しだ。ちょっと待って、メンバーチェンジ。あそこ、うん、割っちゃった。さて、ようやくここまで来た。ですね、ちょっと時間なんで、一旦ここで終わりたいなと思います。次回の動画はこの仕掛けをね、動かすとこからやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次の動画はすぐアップするんで、この続きすぐに見られると思います。